サインが合ってます。落としてきました。インコース強い球だ。非常に速い試合展開。4時21分、変化球見送り三振。自己最多13個目の三振。石川修太嬉しい。プロ初完封、投げてきますから、ライブの日からですね、体をひねるような形でボールを投げます。セカンドゴロ、川島さまいっています。しっかり打ち切ってますからね、引っ張ってファーストゴロ、高橋制してキャンパスを踏んでいます。3アウトです。変化球空振り三振で す。なるほど、はい、はい、ここはまっすぐ空振り三振でした。ワンボール2ストライク。最後落としてきました、空振り三振。最後は145キロ、まっすぐできました。センターが下がる、センターがまだ下がる、センターが下がって、その向こうの打球は海に一発スリーランが出ました。センターの右への打球ですが、どうだ。センターこちらを向いて、いや入った。柳田にツーランホームランが生まれました。ライトへ下がるぞ、下がるぞ、入った。なんというホームラン。これが柳田悠岐だ。そして逆転。いやいや、いや、これはですね、打ち損ってそうですね、間違いなく打ち損って。切りました。初球打った、三遊間、山手行った。初球打った、左中間へ。タイムリーヒット、今日2本目、松田。青も1点追加しました、5対0です。中山も3塁セーフ。これはセカンドゴロ。今日も周東がセカンドです。だいぶ崩されました。警察コースです。ダブルプレイ。4番に座った。初球打ち、レフトを越えなかった。入りました、三塁。綺麗にレフトスタンドへ残していきました。ファイヤーセンター、捉えました。セカンド地を越えていった、右中間です。さあ、回は二塁から三塁もぐるぐる校舎回しています。一気に帰ってくるか。今中継から帰ってきません。ボール回がホームインです。木村玉、外球になります。ファーストゴロー、三球三振、ストライクです。ピーオから一塁へ歩きかけましたが、インサイドだ。インサイドあった、割り込んで5人は現在3位。うまくをつけました。センターの前に弾んでいきました。セカンドランナー帰ってきます。栗原のタイムリーヒット、どうだ。角度的には面白い角度だ。フェンスダイレクトになりました。ファーストランナーは3塁でストップしています。あ、打ち上げたがセンター方向に行って行きました。大きな大きな放物線を描いた先制のツーランホームラン。2試合連続17号ホームラン。超えたと思うんですが、フルスイングですよね。左中間に持っていった、破った。さあ、2塁から3塁を回ってホームに帰ってくる中村晃。三塁がタッチしてアウト。1点勝ち越しホークス。軽く三振、見逃しの三振、カーブできた。三者連続三振。フォアボール。引っ張っていった、高い打球、かなり高い打球、なんと
そのままスタンドまで行きました。ヒットで上がってそのままスタンドまで行っちゃうんです。打球はライトへ、ライトへ、どうだ、入りました。足がすごく強いんで、やっぱ打球が強くなりますよね。手を洗ってから控えめの圧動ですね、はい、出るんですよね、はい、打球はライトへ、栗原の打球弾んでスタンド。栗原今シーズン第9号、はい、そしてストレート、まっすぐで来ました。サードゴロ、ツーバウンド、松田ボールを取る、一塁送球、スリーアウト。この2回は千賀滉大三者凡退に抑えています。高くレスリアなんで左中間、打球伸びてスタンドまで届きました。今シーズンで出してる第1号。肩が待ってますね。左中間の真ん中、ライトのボールを探すが、ランナー2人がホームに帰ってきました。川瀬タイムリーヒットは2点タイムリー。2球目ライトへ上がって、ライト下がって、ライト下がって、どうだ、入った。今シーズン第1号、貴重なホームランになりました。センターから球越えて、ライトの横、打球フェンスが達する。さあ中野は二塁三塁圏に回ってくる。この背番号中継ホームにも帰ってきません。さよなら中村晃、右中間へのタイムリーヒット、さよならだ。レフトへ打球が上がって、もうこれはベスト見上げるだけ、スタンドまで届きました。2点追加、最後のツーランホームラン。ライトへ上がって、ライト下がって、杉本フェンスいっぱい見上げて入りました。大きいときは欲しかった追加点。いや大きいですね。内角に構えました。引っ張った、すごい当たり。腕を畳んでうまくスイングできましたね。内側からバット出ましたよね。ましたね。これは大きいぞ。今日2本目か。行きました。いや柴原さんすごい、はい、いや完璧ですねこれね、はい、セカンドゴロ、ダブルプレー取れるか。一塁は、一塁もアウト。センターへ、かなり大きな当たりですが、この回から守備についている正子という結果になりました。セカンドゴロ、余裕があります。変化球できた、抜け、あ、止めた止めた止めた、うーん、岩です。空振り三振、最後落としてきました。球数要しましたが多く下げてきています。ただまだ3割4分9厘です。あ柳田、これが今シーズンの第20号です。ツーランホームラン。ところですが、俊足の打っていった、あ、どうだ、入ったか、入りました。強い打球ではありませんでしたけれども、全部待たなくてはいけない状況です。もう一つ外か、空振り三振、見事ですね。全て外で行って、最後は西川を三振に取りました。